YouTube の皆さん、どうも上白です。てなわけで、こちらがもう言わずとも知れてる、てかタイトルを見ればわかるんですけど、ミスタードーナツさん、辻里さん、都市鎧塚さん、この3社がタッグを組んだ商品、抹茶のチョコ商品がこちらです。とこれ夏には最高だよねっていうミスタードーナツが出しているタピオカドリンク、新作なんですけど、これ出してきました。ミスコロって書いてありますね。今日はこちらをいただきます。ストローがどっか行ったよ。ストロー、おーい。なんと紙製のね、ちゃんとしたストローですね。タピオカ飲むような。ちょっとこれ順番にご紹介していってもよろしいでしょうか。失礼いたします。まずこちらですね、クリスプダブル宇治抹茶、まあなんかチョコパイみたいな生地に宇治抹茶のソース、こちらは248円ですね。見事だ。チョコもすごい美味しそう。その次がこちらです、フォンデパイ宇治抹茶。これも宇治抹茶のソースがピュッて、下のパイは結構厚めで、ポンデリングが1個ポンと乗ってる感じです。これも美味しそうですね。まことに美味しそうです。次がこちらですね、でさっきの宇治抹茶パイの兄弟ですね、ポンデパイショコラ。さっきの宇治抹茶の部分がショコラになってますよって感じですね。パイに乗っかってんだよね、ポンデリングが。オンパイ、ポンデオン、ポンデオンですね。コラボ商品4つ目、最後がこちらですね、クリスプ宇治抹茶ショコラですね。この上に乗っかってる、なんて言うんですか、隕石のかけらみたいなやつ、不思議だよね。座礁した船みたいな、そんな感じ。クリスプダブル宇治抹茶と違って、こっちはこのコーティングされてるのが抹茶ですね。で、最後がこちらです。で、新発売のタピオカライチソーダなんですけど、タピオカは全部で6種類売ってるみたいで、僕はなんかすごいさっぱりしたやつが飲みたくて、これにしましたね。これ529円。割と高いんだけど、どうかな。以上ってなわけで、いただきます。もうね、もうお腹スカスカだったからさ、美味しい。まずはタピオカから。うますぎるなの。やっば。これ見てもらったらわかるんですけど。見えてますか？こんな感じで、普通のもちもちしたタピオカプラス、あのパインゼリーみたいなのが入ってるんですよ。四角いつぶつぶで。それがめっちゃマッチしてます。で、なんかこれ調べたら、このタピオカ自体にも、このドリンクと同じような味がついてて、タピオカだけでも美味しいし、ドリンクと一緒に飲んでもさらに美味しいみたいな、そういう商品らしいんですよね。めっちゃフレッシュよ。うん。さあ、こっからが本番だよ。ああ、本番さ。これですね。行きましょう。これね、めっちゃ美味しそう。これが驚きシリーズで、で、前回がいただきシリーズ。まあ、今回驚きってことで、めちゃくちゃ驚きたいと思うんだけど。ピントー。この座礁してるやつから食べよう。これ何なんだろうね。エクレアのさ、上の部分みたいな感じ？あ。めっちゃうまい。一口目にしてめちゃくちゃ美味しいです。なんかね、若干しょっぱさみたいのもあるんですよ、パイ特有の。それがね、あのチラ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 ついてるチョコとめちゃくちゃ合う、相性バッチシ。で、このクリームの部分だけちょっと今食べてみますけど、ん、あー、後からクッて感じ、くどくないんですよね。全然ほんのりスワッてくるんでね。やばい、分かってはいました。分かってはいたんですけど、改めて美味しいね。このね、抹茶とチョコが相性良すぎなんですよね。双子かなみたいな、そんな感じで、めちゃくちゃいいんですけど、生地もいい。うん。この、なんて言うんですか、デニッシュ生地の、サク、もち、みたいな。外はさっくり、中、もち。あ、もうこれ以上はいいわっていうぐらい、僕が思っちゃうぐらい、すごい。もう一口いきましょうか。いや、全部食べてこう。なんか一気に食べちゃうともったいない気がして。これいきます、これ。パイオンポンデ。いや、もうこれはさ、革命だよね。僕、ミスタードーナツのパイって全然食べたことないんで、まあ、あるっちゃあるんですけど、これはちょっと初めて。ポンデリングとパイってさ、もうね、関東と関西ぐらい違いますから、合うのかな？やばこれ。では、いただきたいと思います。めっちゃ美味しそう、これ。
皆さん見ましたよね。一口サクって食べた瞬間に、えっこう来たかみたいな、もう本当に大絶賛するつもりだったんですけど、これは良くないよね。せっかくのパイオンフォンデ再修復するしかないでしょ。やばい、めっちゃ美味しい。震えるわこれ。もう今の一瞬でさ、パイの生地がバサバサーってなって、もうパイが嫌いになりそう。でもめっちゃ美味しいですこれ。あ、本当に革命的商品だと思う。これこれ、さっきのヘマはしたくないよね。じゃあいただきたいと思います。僕基本的にショコラの方がやっぱ好きなんで、こっちの方がね期待してますよ。やっぱこの抹茶がそもそもいいんだよね。香りから、いや、あのさりげなさというか、どうみたいな感じの存在感がすごいタイプ。めっちゃ仲良し。おいしい、止まんないよこれ。次行きましょう。僕のね、体が持たないよね、このなんか、え、もう全てがいいじゃんみたいな、もう何も言うことないぜって感じで。タピオカがもうほんとめちゃくちゃ多くて、あのね、ちょっとなんかドーナツを流し込む用のものじゃないね。もうこれも一つのドーナツみたいな感じになっちゃって美味しいんですけど、ちょっと休みたいよねって時に、黄身じゃないんだよ。最後これいきましょう。美味しそう。これ見て、この霜降り緑。もう美味しそう、ほんとに。まずこれからいただきます。やっぱあの座礁してた方、上の部分のやつの方がなんかね、しょっぱさみたいのが強くて、でもこのね、なんか抹茶がシンプルじゃないんだよね。2種類ぐらいの抹茶で攻めてきてて、だからダブル宇治抹茶なのか、はいはいはい、っていうのが分かるぐらい違うんだよね、抹茶が。でこの生地のしょっぱさと食感とめっちゃ合うの。ツバ飛んだ、いただきます。もうね、ほんと震えるぐらい美味しい。震えてませんけど。やばいやばいやばい。これ何個でもいける。これで食べ放題したいよね。はい。てなわけで、今4種類全部食べてみたんですけど、まあ、強いて言うなら、全部がもう同率1位みたいなもんなんですけど、強いて1位を上げるならば、いやー難しいな、これ難しいな。もう一回食べていいですか、最後に決めますっていうぐらい、ほんとみんな美味しくて、もう止まんないです。では食べていきまーす。パーフェクト。ほんとダブルって感じ。抹茶がこう来るんじゃないんですよ。抹茶がこう来るんじゃなくて、ダブルで来るの。この挟み込むというか。で、チョコがまっすぐ来る。もう手に負えませんって感じです。次、こいつですね。第一印象はもう最悪。これ多分一緒に食べないとポンデリングなんだよね。で、こっちはパイなんだよ。で、二つ一緒に食べるからハンデショコラじゃなくてです。あー、これが1位かもな。もう本当にこれ革命だよね。革命っていう2文字が書いてあるもん。ここにほら。革命。多分なんだけど、このパイってめっちゃね、層が薄いというか、たくさんあるんだよね。なんかね、サク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 、瓦割りしてるみたいな感じ。まあ僕何も知らないんですけど、知識とかないんですけど、直感でわかる。ミスド歴20年ぐらいだっけ？あ、まあ、それぐらいあるんで、あの、もう分かっちゃうもん。もう普通に牛乳が飲みたい。タピオカだとね、ほんと休めなくて。
リレーの選手を自分が全部やっちゃうみたいな。一応一周走ったところにいるんだよね。いるんだけどバトンは持ってくれないみたいな。だからもう一周頑張ってみたいな感じでずっと走らされてる感じ。僕の予想だとこれが1位になるね。もうさ、そろそろさ、何個も食べてるわけじゃないですか。だから抹茶にも慣れてきたし、でこのパイとさ、ポンデリングの食感も新鮮さみたいなの薄れてきてんだけど、それでもこんだけ感動するってことは相当すごい商品なんだよね、これ。氷がさ、溶けて薄まっても美味しいもんね。ごちそうさまです。では最後いきましょうか。いやこれどうかな。いや超ジャッジが難しい。美味しい。もうね、鼻息出ちゃう。鼻息スポーンって出るぐらい美味しい。でさ、さっきパイめっちゃこぼれたんですけど、見て見て、もう見て、こんな感じ、こんな感じでパイめっちゃブワーなってるんですけど、鼻息でスポーンってさっき飛んだからね。ごちそうさまでした。はい、ってなわけでミスド最新作4商品食べたわけなんですけど、僕の中で一番美味しかったのはエントリーナンバー3番のポンデオンポンデパイショコラ、ポンデパイショコラです。めっちゃどれも美味しい、おすすめです。はい、最後までご視聴ありがとうございました。よかったら他の動画ぜひ見てください。チャンネル登録と評価もよろしくお願いします。ではまた。